六代目、三遊亭炎賞は、大阪市西区出身で、東京の落語家、舞台俳優。本名、山崎松尾。東京の新宿に長年住み、当時の地名から、柏木とも呼ばれた。昭和の落語界を代表する名人の一人と、称される。出林、し、小札付。五代目、三遊亭炎賞は、慶府。五代目、三遊亭窓か窓は、義理の字にあたる。 また、立花野や、縁には、伊ふ邸、え。1900年9月3日、大阪市西区花園町出身。聖火は、名主の家柄で、実父と聖火の女中の間に生まれるが、あくまで両親の子供として育てられる。本名の山崎松尾は、山崎松尾のはずだが、当人や家族が知らないうちに、戸籍上いつの間にか、山崎松尾になっておりそのままになった。 幼少期から豊竹かな太夫の下でギ太夫の稽古を受ける。聖火の破産ご両親が離婚。母は、シャミの師匠で生計を立てていた。後に、母と東京に移住し、新宿津のはずに京を構える。豊竹豆かなだ夫の名で、子供ギ太夫の芸人として、寄席に出演。母が豊竹小金の名で、愛ジャミ線を担当した。母が五代目。 三遊亭炎章と再婚したため、五代目炎章を、親父と呼んでいた。1921年頃、柳屋金五郎、立花野屋、縁明、六代目、三遊亭炎章花夫人と1909年頃、横浜新富邸で講座に穴が開き、聞き覚えていた落語、箱根山を講演して、場をつなぐ。旅の仕事で訪れた伊香保温泉の石段で、転倒し胸を強だ。 医師から義太夫を語ることを止められたため、父の婚意にしていた大阪相撲の横綱、若島健次郎の書き添えで、ママ父の師匠である四代目立花屋円蔵門下に、入り立花屋円道の芸名で、子供義太夫から落語家に転校する。以降、師匠とママ父の引きで、落語家としての実際の位置より優遇されて過ごす。幼少期は記憶力がよく大人の落語家より早く、話を覚え、 師匠やママ父くらいの芸はすぐできる、などと思っていたが少年期に自身の芸のまずさに気づいて学然となる。生来、大の芸事好きであり優遇されている自覚もあって、必死で芸に精進する。この頃から落語の演目を多数稽古しておりのちに自身の財産になった。立花の野生演奏の芸名を経て1920年に五代目立花屋、縁吉みで、 新内昇進氏1922年に四代目、三遊亭窓か窓、1925年六代目立花屋炎像と、次々と襲名するが一向に、目が出ず、売れなかった。1917年から1934年までの、間、師匠や警府と共に目まぐるしく所属団体を、変わっている。生活が苦しく落語家を断念し、以前から稽古に通っていた。 舞踊家へ転身を図ろうとした矢先、慶 f 五代目炎章が成居し母を含めた家計を助けなければならなくなり、舞踊家は断念し1941年に当事所、属していた落語協会の会長の六代目、一流才ただし山の勧めで六代目、三遊亭炎章を襲名した。1945年、母親が成居した五代目古根亭、今助の代わりに、 満州映画協会の冒険である満州演芸協会の仕事で五代目古根亭新章や講談の国石甲らと満州を慰問する。満州演芸協会の仕事の他に満州電信電話の新京放送局が主催した演芸会に五代目古根亭新章と呼ばれ当時アナウンサーだった森重久也と出会う。終戦で帰国不能になり現地で 演芸会などを催しながら引き上げ船の出港待ち、生死ギリギリの生活で新生と共に約2年間暮らした。その後、妻子を日本に残したまま生活の便宜上限地で日本人女性と結婚生活を送り、1947年、新生と生活を別にする。このことを先に帰国した新生は見捨てられたと思いかなり恨んだものの、 あんな白状な奴は殺してやろうと思ったが、寄せで謝ったから殺すのはやめちゃったと、小山間沖縄に語ったという。満州から苦労して帰国した後は寄せに出演すると、上手くなったと言われ、満州での苦労が、芸に生きたと、自己分析した。目かけ馬を演じたところ評判がよく、むやみに客を笑わせようとするのではなく笑いあり、涙ありの話が向いている。 と自身の進む方向が見えてきたという。1953年、ラジオ東京が八大異目、桂文楽や六代目演唱ら落語家五人と、専属放送契約を締結し、人気落語家の一人になる。1953年の麻布の10番クラブを、川切りに1954年から、本目的で演唱独演会を開き、以降人形町末広でも開催。 切符がすぐに売り切れるほどの人気を博し、人形調整広の廃業まで続いた。戦後から盛んに開かれたホール落語は寄せと異なり、演目の時間制限が少なく、公演時間の長い演目が多い六代目、三遊亭演唱は、独演会と合わせて存分に本領を発揮し、名実ともに本格の落語家の一人になった。九百六十年に首上鎮で、 芸術財文部大臣賞を受賞。1965年八代目桂文楽の後を、ついで落語協会会長に就任した。会員の団体保険加入など、協会の近代化を進めて1972年五代目柳谷子さんに会長職を引き継いで最高顧問に就任した。この年、芸術祭大賞を受賞している。1973年、 落語家として二人目の午前公演を依頼され、高順皇后の古紀の祝いの午前で、おみきどっくりを上演。この年13枚組 LP レコード、人情話修正を発表。以降、遠征百席につながる大プロジェクトになり、六代目演唱聖況まで続いた。1978年、柳屋子参会長による落語協会の新内大量昇進に抗議して、 同協会を脱退。多くの脱退者が落語協会に戻る中、一門で落語参友協会を結成。この際、仲介のローを取った関テーラーの顔を潰す形となったため、以降、寄席には出演不能になる。1979年3月、落語家として初めて歌舞伎座独演会を開催。9月3日、79歳の誕生日。 千葉県奈良市の,市の商業施設、サンペレック宴会場で開催された、講演会のつどいで小話、桜台を演じた直後、心筋梗塞を発症。同日夜半過ぎに急性した。79歳没。上野動物園のジャイアントパンダが、翌日の9月4日に死んだため、新聞のトップ記事は、パンダのランランの不法であったが、スポーツ紙は炎症制拠の不法を大きく取り上げた。 毎日新聞の見出しは、炎症師匠講座2室だった。後日、サンペデック内、奈良市の文化ホール入り口近くに、炎症を忍ぶ石碑が混流された。私は20世紀の生まれでゲスカラが口癖だったが、上にもある通り4ヶ月ほどの差で19世紀の最後の年の生まれであり、ニュアンスとしては、楽屋ネタ的には、新象、文楽、肖像よりは、若いといったようなところがある。 むしろ、新章や肖像が20世紀に入った後の東京弁を使っていたのに対し、炎章は、ゲス、ガス、ヤスといった江戸末期から明治初期の芸人が使った言葉を日常的に話した最後の話かとされる。三つ組立花は六代目炎章一門の縄文である。破門された弟子以外はすべて引き継いでいる。出林は、つく。 ま、祭りだったが、同じ曲を使う三代目、桂三木助の芸術協会から、落語協会への移籍に前後して、共演の機会が増えてきたため、小札符に変えた。落語家としてデビューした子供の頃に、他の落語家の講座を盗み聞きするだけで覚えていった。話も多いという。個人の持つ演目数としては、落語史上でも最多だったのではないかと言われている。 得意とした演目に、昭和、文七元傑、ネズミアナ、ヨドゴロウ、カジカザトーナスや星団、神経重ねが淵、階段入房への木、ボタン道路を、死神、一人酒星、三十国、五人回し、桃川、ラクダ、おみきどっくり、かかり鳥万歳、松葉や瀬川、緑林門昭竹またかのお席、梅若霊三郎、ちきり、伊勢や総長長、お若、 イノスケ、首上鎮、大仙参り、文違い、無声床、坂月の殿様、一つ穴、芝居風呂、豊竹屋、テレスコ、小言神戸、会長の接近など、三遊俳優狩りの人情話から滑稽話、音楽話、芝居話、さらには、階段話まで、非常に幅広いジャンルを演じ分けた。演劇テレビドラマ映画本人チョ演習各、メーカーから、 実演、放送音源、スタジオ録音が多数発売されている。演唱100席、演奏100席は、演唱の100以上もの演目をすべて、LP レコード化するという企画。演奏100席は、ぬべ収録時間110時間をに超え、後に、CD 化されたものでは、CD126 枚に及ぶという、日本の演芸界でも他に類を見ない対策。 全て観客のいないスタジオで録音されており、異例なことだが、演者自身が、編集作業に立ち会って、言い間違いや魔の狂いなどを徹底して排除し、修復不能な場合は、最初から収録し直す方法で制作された。上がりと、受けのお囃子も、演目ごとに全て書いてあり、六代目、三遊亭演唱自身が選曲している。今でこそ珍しくないことだが、 前例の乏しい当時、音源記録へ自身の落語を残そうと取り組んだ功績は大きい。2012年現在でも CD で発売されているほか、ソニーミュージックダイレクトからウェブ配信されている。古典落語、新作落語の別を問わず人気先行で芸を磨くことを怠る芸人を嫌い、草花は綺麗だが一年で枯れるしそればかりでは花壇になってしまう。 日本庭園の松の木のようなしっかり磨いた芸を育てなければと語っていた。名手として高い評価を欲しいままにしていた六代目三遊庭園賞ではあるが、その一方で新作落語とこれを手掛ける落語家をあまり好まず古典落語史上主義という雰囲気であった。その姿勢が弟子の可能性の目を積んでいたことも否定できない面である。もっとも弟子が 新作落語を演じることに良い顔はしなかったが禁じることはなかった。三遊亭賛成は新作落語、ジャズ息子で演唱から稽古を受けており、窓かだけは師匠の目を気にしながら古典落語の合間に新作落語を披露していたが演唱の死を契機に新作だけを演じるようになり、現在では新作落語の騎士として認知されている。 演唱自身も1959から1960年頃から、宇野忍作の新作落語、小判一両、大名坊五郎、江戸の夢、うずら五郎も、心の灯火を講演し、レコード、遠征百席にも収録している。新作落語を作り、演じて育てることは当然必要だが基本ができた、上で手掛けるべきであると語っている。当時の落語界にあって、メディアへの露出、 利用については、先進的な考え方の持ち主で、ラジオやテレビにもその黎明期から積極的に出演し、落語を講演し、テレビドラマにも俳優として NHK 連続ドラマ、お花は NHK 時代劇、天下五面などに出演した。弟子の演楽、円窓が、焦点メンバーを務めていた時代は、焦点に不定期であるが出演。 指定大喜利で弟子と罵倒合戦をしたり、鶴亀大喜利に出演したり、演芸コーナーで落語を披露したり、放送500回記念の際は、演芸コーナーで演唱、演楽、演窓の3人でリレー落語を行ったりと番組を盛り上げていた。芸については感じたままに良しあしを口にする上に、芸人仲間の好き嫌いが極端にはっきりしていたために、 人間関係の悶弱が少なくないことでも有名であった。炎症と同時代に落語の世界に身を置いていた者からの炎症に対する評価は落語の話術などの評価では一様に掛け根なしの名人とされてもその人間性となると一転して批判も多い。八代目、林家昭蔵特に八代目、林家昭蔵とは最後まで反りが合わなかったことで知られ。 その関係は肖像が五代目超過老番額を名乗っていた頃から悪く、六代目三遊亭炎章襲名当時、あの人に務まるわけがないと告評されたことに禁する。なお、彦六は一時期師匠専遊亭金蔵と共に四代目炎像一門に所を属していたこともあった。さらに悪化してしまったのは炎章が落語協会会長を引退した時である。炎章の次は、 順番からすれば肖像だったが、教会幹部たちは、炎症の次は五代目、柳谷さんだと暗黙の了解をとっていた。炎症は肖像に会長就任を要請したが、肖像は一応断り、もう一度頼まれれば会長を引き受けるつもりだったところ炎症がそのまま帰ってしまったため、二人の対立関係は決定的になってしまったという逸話がある。それまで、 焦点指定大喜利で隣り合わせで座っていたのが、この一件以降は実現しなくなった。衝突を繰り返した炎章と八代目肖蔵だが、八代目肖蔵は炎章の芸の実力は認めており、肖蔵の弟子、林家章弱は、落語百景の中で炎章師匠がお亡くなりになった時も、青山斎城に出向いたうちの師匠は、落語の祖、安楽安作伝の研究で知られる名古屋在住の、 関山和夫先生に言ってました。これほどの名人はもう二度と出ないんだから、関山先生、大いに炎症師匠のことを褒めてやってくださいよと、感動しましたねと語っている。二人の持ちネタがかぶっていたこともあり、肖像は炎症の講座を気にしており、時には捨てて子姿のままスピーカー前に行き、じっと聞き入っていたとも語っている。 同様に八代目カツラ文楽も炎症の講座の出来を気にしたと言われている。四代目霊霊社馬風肖像の弟,弟弟子で、新作主体であった、通称鬼の馬風こと九代目を自称した四代目霊霊社馬風を徹底的に否定し、あの人のは落語ではないとまで言っていた。四代目馬風も講座でネタにして応酬。演唱も四代目馬風をくすぐりに使って、 欧酬と反目し合っていた。1963年12月15日に、馬風が正居。四代目和風正居後すぐに、炎章が落語協会会長に就任したので、四代目馬風は良い時に亡くなったと五代目、三遊亭窓科学が語っている。初代、林家三平七代目立花屋炎像には目をかけていたものの、その弟子である初代。 林や三平については繰り返し芸風を国表、通馬しており、三平一門すらをも、ダメ扱いしていた。三平の方でも、表面上は知らん顔をしていたが、ののしられている事実は、ちゃんと掴んでおり、これが口述する、落語協会分裂騒動が勃発した、際の三平一門の身の振り方につながることとなる。六代目、春風亭柳橋。 八代目桂文楽若手時代に共に子供落語家から成長した六代目春風亭柳橋の講座を見てこの男はどこまで上手くなるのかと危機感を持っていったが戦後の落語研究会の講座で演唱が商場で好評だったのに対して柳橋が散々な出来だったので演唱は自信をつけたというエピソードや 東京落語会でネズミアナを演じた際に話を忘れてしまう途中が入り、しばらくしてようやく思い出し落語を続けた後、自分もやがてカツ文楽になるなどとと言い放ったことなども知られる。このようにライバルと目された落語家に対して複雑な感情を持ち、ゆえに対人関係も複雑であった。力量のある者に対しては素直に認めていた面もあり、 東方名人会の楽屋では、主任の席に座っていたところ後から入ってきた六代目、春風亭柳橋に場所を譲っていた。また、五代目古今亭新章について、道場の試合では十のうち七立ちくらい打ち込む自信は、あるが、野天の試合だと七立ちくらい切られると評している。芸術協会の人気落語家、三代目、春風亭流行に対しては、序列は上でも構わないので、 落語協会の方に来て欲しいと思っていたという。金銭について、相手任せが普通だった、当時の芸人としては異質なことだが、出演料ははっきり口に出して質問し、不当と判断した価格は拒否した。一方、気に入った仕事は、対価は二の次で受けた。古文書や古地図等の文献、着物、当時高額だった、テープレコーダー等、必要なものには可能な限り投資した。 落語協会会長当時も交際費は自前のことが多く、協会の経費は会員のためのものだからとあまり使用しなかった。某野久志山川柳家の某野久志さんを師匠にして、演唱が世話役で文楽、新章らが会員の川柳の勉強会、可憐会を長年やっていた。だが、演唱の死後に、ことぶき山が執筆した祖国綱屋で、 ケチで金に細かい人物であったエピソードを多数、暴露されている。学生主催の落語会大学生が主催する、落語会に出演交渉すると、当初は少ない出演量に、とほほほ、と投げえたが断らずに、都合を3回出演し、3人旅、坂月の殿様、30国を講演している。9代目入選帝、大木橋9代目入選帝、大木橋は炎症から気に、 入られていた。1970年3月の新内昇進時、六代目、炎章から新品の袴を贈られている。直門ならまだしも、他門の若手に高額な袴を贈ることは通常ないことで、師匠の五代目、柳谷子さんともども驚いた。三遊亭大鳥学五代目、三遊亭窓科学門科の炎章の孫弟子だが、 炎章の下で内弟子修行をした三遊亭崩楽は着物が粗末なのは構わないがみともないのはいけないと着物、襦袢、帯をセットでもらった。夫人からもたびたび炎章に内緒で着物をもらったが着用して目の前にいてもおやおやお前に惚れてんのかね、とうと冗談めかして言うだけで別段咎められはしなかった。上記の棒のひさし山が並べ立てたエピソードのような ケチな面ばかりではなかったことが見て取れる。弟子との確執遠征の弟子との確執を示す、逸話として語られるのが、弟子の三遊亭吉尾との関係である。構成は、炎症の影防止と呼ばれるほど芸風から、立ち振る舞い、容姿までが炎症の若い頃に似ており、炎症は一種、禁止像のような感情を抱いていたとされる。炎症は八代目。 春風亭流氏門下から移籍してきた弟弟,弟子の縁窓と縁屋を先に新内昇進させ、後世の昇進時には解明を認めないなど、昇正を冷たく扱い続けた。縁昇を深く敬愛していた昇正だったが、最後には敵視するほど関係が悪化。1978年の落語協会分裂騒動で、昇生は縁昇に従わずに落語協会に残って破門され、 炎症と不仲だった八代目、林家正造の客文革弟子となり、春風定一柳と改名した。一柳は炎症が亡くなると自宅に駆けつけ、泣き殻の前で号泣したが、その後に、実著で炎症が死んで嬉しかったと罵倒するなど、複雑な感情を抱いていたことが伺える。やがて一柳は、精神的に不調をきたし、炎章死後の1981年、自宅のある、 葛飾区金町のアパート屋上から飛び降り、自殺してしまった。炎症との対立による長年の辛労が最大の原因になったと見ている者は多い。厚生と同じく炎症から礼遇された弟子に、三遊亭三星がいた。新作落語や漫談をもっぱら演じ、また、主壁の悪さから炎症宅の玄関で脱奮するなどの騒動を起こし、師匠から疎んじられていた。客受けの 良かった賛成には、兄弟子の前哨よりも先に、新内昇進の打診があった。周囲の推薦によるもので、炎症が同意すれば通る話であったが、炎症は、新内に値しないとして本人にも知らせずに、辞退してしまった。賛成が、新内昇進したのはずっと後年のことである。前述の構成の場合と同様、賛成は、落語協会分裂騒動で師匠に従わずに、 破門された。その後は五代目、柳屋子さんの客分格弟子となり、川柳川柳と改名している。落語協会分裂騒動新内大量昇進に、橋を発する落語協会分裂騒動が起きた時には、炎症が代表者となって立ち上げた、落語参遊協会に思ったほど人が集まらないという事態が起き、やがては炎症の死と、 三遊協会の事実上の総敗北という形で、騒動の終焉に至る。当初の見込みでは、過半数の落語協会員が新協会側に移る、計算だったが新協会への参加を見送ったと応募しき、ものが続出し、演唱一門ですら公正と賛成が参加しない、ありさまで、最終的は、演唱一門だけが、落語協会を脱退する形になってしまった。その他、 気難しさと、茶目っ気が入り混じった性格で、機嫌のいい時にはダジャレを言って喜んでいた。1960年代に流行った、ゴーゴーダンスの感想を聞かれ、ゴーゴー道断と答えた。弟子と東北に、地方巡業で列車に乗っている時、お前、これから寒くなるよ、どうしてです。ほれ、もう氷山だと言って、みんなを笑わせていた。しかし、弟子がシャレを笑わないと機嫌が悪くなった。 楽屋では怖がられていたが、誰かが話しかけたのをきっかけに、話の輪が広がることも、たびたびだった。自宅を来訪した関係者を自ら台所に立って、コーヒーにアップルパイでもてなして、楽しく話し込む一面もあった。また、弟子の育之助を連れて、食事に行った時も師匠である自身より、高額なものを注文しようしたと一括。その話を聞いていた円屋が炎症と同じものを頼むと、 遠慮なく食べたいものを頼むようにと機嫌よく言い、弟子が自分の分を飽きまえているか否かには厳しかった。周囲が神経を使う話と楽しい話が混在して参見される。作家の続き道夫はエッセイ集、昨日の続きですで、おそらくは1960年代初めに、星新一、結城少治ら若手作家仲間とシャレで炎症の落語を聞いて寝る会を結成していた。 エピソードを記し、名声の割にはミスが多く面白くない落語家という認識がかなりの人に共有されていたことを実感している。その続きも、晩年の演唱には、著しい心境があったことは、同じ文章で認めている。芸に対する厳しい姿勢と異なり、女性関係は派手であり、楽屋に愛人を連れ込んだこともあったという。しかもいわゆる苦労筋ではなく素人の女性と不定に、 共ずることが多く、かつては打体をめぐり揉めたこともあるとされている。劇大小松座、炎症と新章。ありがとうございます。